アルカルの戦いは、紀元前853年にシャルマネセル3世、率いるアッシリア軍とシリア諸国の同盟軍との間で戦われた。古代オリエント史上有名な戦いの一つであり、この戦いの結果アッシリア軍は撃退され、その西方への拡大は一時頓挫した。シャルマネセル3世統治下においてアッシリアは急激な領土拡大を続けていた。シリア地方はデバ、レワノンスギを はじめ重要物資の供給地であったほか、エジプトに至る通商路が通っていたため、たびたび大国の争奪戦が繰り広げられている土地であった。アッシリアがシリア近辺まで領土を拡大すると、それまで相互に争っていたシリア地方の小王国は、同盟を結んでこれに対抗した。アッシリア側の資料には、ハッキと海岸の十二人の王として、その同盟参加者が記録されている。 参加者は、以下の通り。ダマスカス王・ハダドエゼルが率いる、戦車1200両、騎兵千2 0 0機、不評2万人。ハマテ王・イルフレニが率いる戦車700両、騎兵700機、不評1万人。イスラエル王・アハブが送った、戦車2000両、不評1万人。キズワトナ軍、不評500人。ムズリ軍、不評1000人。アルキ軍、戦車10両。 不評1万人。アルバドオーマタンバールが送った、不評200人。ウスヌ軍、不評200人。シアヌオーアドニバールが送った、戦車30両、不評数千人。アラビアオーギンーブが送った、ラクダ騎兵戦記、ベトルホブオー、バーシャーが送った、戦車30両、不評数百人。紀元前853年に、西方遠征を開始した、シャルマネセル3世は、 アレッポを経由して、カルカル氏を略奪し、オロンテス川そばでこの同盟軍と遭遇した。アッシリア側の記録によれば、シャルマネセル3世は無数の戦車と1万4000人の兵士を倒して勝利したと記録されている。だが、実際にはこの戦いの後に、アッシリアがシリア地方を征服した形跡はなく、またこの戦いの後も繰り返し、シリア地方への遠征を行っていることから、 この戦いでアッシリアが勝利を得たとは考えられていない。この戦いの結果、アッシリアの西方への領土拡大は停止した。そして、東座の脅威から逃れたシリア諸国の同盟は崩れ、紀元前853年以降にはダマスカスとイスラエルの間で争いが生じ、その戦いでイスラエル王アハブが戦死することとなる。ありがとうございます。